その日は自分と平凡で当たり障りない一日だった。暇つぶしに聞いてたラジオからあの話が流れ出すまでは非常に残念なことですが、本日地球は終わりますと、どこかの国の大統領が泣きながら話をするまでは。目の前にその向こう白衣の科学者たちは素晴らしいと手を打った。戦うよ。そこから見る街の風景はまるで自転車のように。